前半戦の活躍を振り返る今回は、5月米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手は、今季、投げては9勝、打っては19本塁打で前半戦を折り返した主力打者とエースの役割を果たしていることし、グラウンド内外で生まれた名人場面を。 前半戦の二刀流と題して振り返る今回は5月自ら打ったボールでスコアボードをひっくり返した奇跡の一打やマウンドでの忘れ物意外な集団からのブーイングなどが話題になった大谷翔平自ら交代を申し出る打球が読んだ提灯時に日本人も本塁打より奇跡的地レッドソックス戦に 3番、投資権 DH で先発出場した5日のレッドソックス戦。7回、無失点11奪三振の回答で今季3勝目を挙げたが、打者としても8回無四満塁の打席で驚きの一打を放った。逆方向に放った大飛球は名物グリーンモンスターを直撃。登板中の投手を示す。 17のボードが打球の衝撃で落ちてしまったのだこの動画を公開したピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家ロブフリードマン氏の投稿には大谷翔平自ら交代を申し出るホームラン打つより奇跡スタッフのお手伝いまで自演後と同時に降板の意思を示す大谷翔平ベーブ・ルースが大谷翔平にいたずらした自ら降板を告げた などのコメントが寄せられていた。登板中のマウンドで気づいた忘れ物米反響親近感がありすぎる瞬間だ同日のレッドソックス戦ではマウンドでも珍事が0から2の2回にしからヒットを打たれるとマウンドを降りおもむろにベンチ方向へ歩き出したそこでベンチに向かって泣けたのは黒い手袋脱席では白を着用しており 出塁したときに、後ろのポケットに入れている走塁用手袋が、そのままだったようだ。米ファンからは、リトルリーグを思い出した、少年時代の思い出、12歳が野球するみたいに、大リーグでプレーしてると、少年野球でありがちな、忘れ物に、ほっこりした様子の声が上がっていた。ぶつけられた子宮に意外な集団が 大ブーイング、受ける、なんか、草29日の本拠地、ブルージェイズ戦では、2番、指名打者で、先発出場し、第1打席から2打席連発となる10、11号を記録、6回の打席で、右ヒーち付近に支給を受けると、5月の最終月曜日にある米国のメモリアルデー、 戦没者追悼を記念前日の休日に合わせて招待されていた。海兵隊から大ブーイングが上がった。ネットでは、海兵隊ぶち切れてるの受ける、なんか、草、海兵隊も怒るって、海兵隊もブーイングの声も、一般のファンのみならず、大谷翔平の影響力が浸透していることが現れたシーンだった。 敵地のサイン攻めでグラブを置いた場所にちびっこの間で流行るかな大谷翔平の人気が高いことは伝統チームの敵地でも証明された3番指名打者でスタメン出場した4日の敵地レッドソックス戦の試合前三塁内野席のファンからサインを求められた大谷翔平は投球練習のために持っていたグラブをひっくり返して頭に乗せ 両手を自由にして、丁寧に対応した。エンゼルス球団公式ツイッターが、健全なコンテンツの MVP と紹介した、このシーン。日本人ファンからは、頭のバナナかわいい、お茶目感があってかわいいね、朝から癒される、グローブになりたいと初めて思った、ちびっこの間でも流行るかな、などの声が上がっていた。初のマン記念球をゲットした少年が発見され、話題。 一生忘れない思い出だ9日の本拠地レース戦では3番 DH で先発出場し7回にはキャリア初となる満塁弾を記録二刀流の記念すべきメモリアル級をゲットした少年がネット上で発見されたがこの少年の強運ぶりが大きな話題となった大谷翔平の本塁打は右翼席から跳ね返り そのボールは審判の手に、そして審判は右翼席のファウルゾーンの席にいた少年にこのボールを手渡した。この少年は試合前にマイク・トラウトが野手のサインもゲットしており、少年の父親は今夜、息子は寝られないだろうなどとツイート、これには、米ファンからも最高じゃん彼の顔が全てを物語ってるわね。 一生忘れない思い出だなどの声が寄せられていた5月は一時首位に立つなど好調だったエンゼルスの中で投打ともに調子を上げ6月のさらなる躍進につなげた大谷翔平今月19日日本時間20日のオールスターゲームにも2年連続で選出されている球援の舞台でも あっと驚く活躍を見せてくれるか。多くのファンが心待ちにしている。 兵挙手問題抱えるグンに LAA 首定言外に594億円オファーのグ軍と同じ方法をロサンゼルスタイムズ紙選択を下すときだ米大、リーグナショナルズの不安外外野手が15年総額4億4000万ドル約594億円という大型契約での残留オファーを断ったと米メディアが一斉に報道。 MLB 史上最高額となるが、米紙・ロサンゼルス・タイムズは地元球団のエンゼルスに対し、大谷翔平投手のトレード期限での移流に関して、ナショナルズに習いと提言している。メジャー史上最高総額となる4億4000万ドルでの契約延長オファーを誇示した23歳の外。記事では、今後の展開を予想し、外が断ったことで、 結果的にナショナルズは世代の一人のタレントのトレード相手を受け入れ始めることになると報じた。さらに、2023年オフにフリーエージェントとなる大谷翔平を抱えるエンゼルスに対して、エンゼルスも翔平大谷に同じアプローチを選ぶべきと提言した。プレーオフ進出の願いを口にする大谷翔平に対して、エンゼルスは今季も 定名記事では、14連敗でジョー・マドン監督が解任され、アンソニー・レンドン内野手が故障で今季離脱となり、投手陣も不審という苦境を伝えながら、大谷をアナハイムに長期間止めるために何が必要で、どんなオファーをすべきか考慮すべき。そうでなければ 来期終了後に見返りなしで強烈な可能性に直面することを避けるためにトレードすべきだとした大谷翔平については北米スポーツ最高のバーゲンとされる今季年俸550万ドル約7億6000万円という格安さ打者、投手でオールスター出場日本での絶大な人気によりその価値は 唯一と評価彼の価値は契約1年半残る今が一番高いとし大谷翔平と引き換えにた球団の数多くのプロスペクトをトレード要員で獲得できるチャンスと分析した今期もポストシーズン進出の可能性が低い現状から記事ではエンゼルスに大谷翔平の去就問題について 選択を下すときだと提言している。